皆さん、はい、格闘家のファイトマネーっていくらもらえるんですか？まあ駆け出しの頃とかはデビュー戦とか本当数万円とかで、もう怪我とかしたらもうマイナスなんですけど、でいい試合したり勝ったりしたらファイトマネーが上がっていくんですけど、お客さんをたくさん呼べる選手は上がりやすいとは思います。プライドの全盛期の時とかは倍倍倍って上がってたらしいです。結構とんでもない金額になってたらしいですね。何千万とかの選手はバンバンいたみたいです。何千万、夢あります。結構ああいう大きなプロモーションとかって100万円とかがベースぐらいからあったんですけど、今の団体とかは割と安めの子とかでも出れちゃったりするから、それでもこう SNS のフォロワーが上がればいいやみたいな、そういう感覚もあったりするじゃないですか。逆にフォロワーがいたら高かったりしますよね。そういうのもあると思います。チケット買ってくれるんで、その子のために。